釧路では夏休みを前に子どもたちに水の事故から命を守ってもらおうと着衣水泳や救命胴衣の体験会が行われました。体験会は釧路市内の小学5年生と6年生およそ60人が参加しました。服を着たまま水の中に入るのが初めてという子どもたちは、足が重い、体が動きづらい、慣れない服を着たままでの泳ぎ方を消防の水難救助隊や海保の潜水士海猿が子どもたちに教えます。一方、服を着たままでもしっかりライフジャケットを着用すると、これつけてなかったら横になれなかったけど、つけたら横になれました。救命胴衣とかをつけて安全に海とか川に入るのを心がけたいなと思いました。大人を必ず同伴させる、そしてライフジャケットは必ず着用して安全を確保していただきたいなと。そうすることによって楽しい夏休み過ごせるんじゃないかなと思っています。もうすぐ始まる夏休み、海や川などで楽しく遊ぶためにも水の事故への備えが必要です。